これから温州みかんの収穫方法の説明をします。温州みかんの収穫は9月から10月中旬にかけて行われます。はじめに収穫作業の準備を行います。収穫は主に収穫用のハサミを使います。収穫用のハサミは刃が反り上がっている方を上にして使います。ハサミで怪我をしないように厚手の手袋をします。暑い時期の作業ですが、収穫作業はみかんの木の間を移動し、木の間に入り込んで行うことが多いため、長袖長ズボンを着用します。また日差しよけの帽子、長靴も着用し、汗を拭うタオルなどもあると便利です。次に収穫かごを用意します。収穫する果実を説明します。果実の色づきによって収穫するものとしないものを見分けます。色づきの具合は収穫基準表に基づきます。ただし品種や時期などにより異なることがあるので、作業管理者の指示に従います。続いて収穫する果実の外観についてです。果実を収穫する際には、表にあるような外観に傷があるものや皮が浮いているもの、明らかに外観に異変があるものを収穫かごには入れず、木の根元に置きます。それでは収穫作業の説明をします。果実は木にこのように実っています。収穫するときには果実を片手で支えて、ヘタの少し上の部分にハサミを入れます。この際ハサミで果実に傷をつけないように、ヘタの少し上で切るようにしてください。切り取った果実を見ると、ヘタから少し枝が飛び出ているのがわかります。この飛び出た部分をもう一度ハサミで切ります。この際もハサミで果実に傷をつけないように注意してください。このように一度枝を少し長めに切った後、もう一度きれいになるように切り直すことを二度切りと言います。収穫するときは必ず二度切りをしてください。外観が悪いもの、誤って地面に落としたもの、ハサミでついてしまったものは収穫かごには入れず、木の根元に落とします。熟した果実は少しの傷でもすぐに痛み始めるので気をつけましょう。特にこのような腐りがある果実が混ざらないように注意してください。以上で収穫作業の説明を終わります。紹介した内容は一般的な作業内容です。農家によって作業内容や進め方に違いがありますので、作業管理者の指示に従って安全に作業していってください。